そうやって強くなってもこれだけど、癖があるんですよ、力入りやすいから。あ、なるほど。この意味とこの意味で比べてもやっぱこっちの方が硬いでしょ。過剰に動きすぎたり力入りすぎたりしてるってことなんですよ。はい、皆さんこんにちは、キリアスチャンネルのみです。ということで今日は引き続きね、パーソナル鍼灸整体院の、はい、浜田先生のところに来てます。バッティングで今日は教えていただきたいなと思うんですけども、はい、野球の怪我って言ったらなんか肩肘腰みたいな、うん、まあ投げすぎ注意とかあるけど振りすぎ注意ってあんま言うないの、うん、もう振りすぎて手痛くなるとか手首ぐらいですね。そう、手首ぐらい、うん、で僕も実際やっぱり高校の時に一回腱鞘炎みたいになって、うん、むっちゃ痛かったとか、はい、バット振れなくなった時は、はい、まあ、腱鞘炎って結局どういう時になるのかなみたいな、はい、どういう時になって起こるっていうか、手首ってバッティングの時ってそんなに動かないでしょ、当たる瞬間とかも。そうやん。打った後に、まあ、勝手に変えるぐらい。でもそれで、だから中のこの骨折とか、まあ、骨の影響とか、靭帯の捻挫系とか、腱鞘炎ってなってくるっていうのは、過剰に動きすぎたりとか、使いすぎたり、まあ、力入りすぎたりしてるってことなんですよ。まあ、なんでそれが起こるかっていうと、結構その、バッティングの理論があるじゃないですか、いろいろ。はい、後ろを大きくとか。はい、ちょっと粘点差を作るみたいな、はい、でそれが自分の体に合ってたらいいと思うんですよね。それが悪いってわけじゃなくて、結構いろいろなことを試していいかなと思っても自分の体に結果的に良くなくて、うん、合ってなくて続けてるとその怪我をしてしまう、手首怪我してしまうパターンっていうのがあって、一番多いのが上半身が入りすぎてる子っていうのは出てこないんですよ。あ、スムーズにこっちがこう入り込んでしまってる子っていうのは手で返してしまうからポイントがもう早く返したら間に合わなくなってきますよね。簡単な動きで言うとこういったじゃないですか、こういって振りたいじゃないですか、うん、後ろからだけどこっちから向こうに戻すんですよ。言うたら右バッターで言うとファーストの方に、はい、うん、そしたらもうここで返すしかないんですよ早く、はい、でその結果結構そこの時に手だけで返すってイメージ。そうですそうですそうです。だから結構後ろに残ってる状態になる。そう、うん、後ろに残っててそこから一番力入るのがもうこの辺になってるから、うん、体の近くで打てとか後ろを大きく作って、年齢差作って、うん、やってる場合はとにかくもう近くに なりすぎる。そうですそうです。けど前に出てこないという状況になった時に、うん、手だけとか、それは手首とか使わなあかんよね。そう、その結果、もうサードゴロとかめっちゃ多いです。これに引っ掛けてもらう。右バッターだったらやっぱり引っ掛けてサードゴロ、そうそうそう、まあ、こねた打球、そうですそうです、なるよね、うん、なってたらやっぱ結構手首使ってる可能性って高いんで、自打球って多いんちゃうかなと思って。まあ確かに自打球も多くなるかもしれない。ちょっとボテボテの、もう内野手も取りやすいような、あの引っ掛けることね、まあ、そういう打球が多い傾向がある。そうですね、うん、でもう一つはリストのトレーニングするじゃないですか、手首のトレーニングとか、はい、この辺とか土台とちゃんとバランス合ってないとこっち不安定なのに手首だけ強くなってもこれだけ打ってくる癖があるんですよ、力入りやすいから。ああ、なるほど。まあ神経もそっち鍛えたらそっち行ってしまうからね、ちょっと筋肉量増えたりするとね。だからまんべんなくやってから最後に手首やった方がいいです、ね、ああ、なるほど。まあ手首とか手先ってもうちょっとトレーニングしやすいじゃないですか、はい、ついついこう準備せずにこうやってしまうけど、そうそうこれとかね、うん、なるほど、まあ、しっかり体幹とか、まあ、アウターマッスルも鍛えつつ、そうそうそう、そういうところもバランスよくしていった方がいいよっていう、た方がいいですね。なるほど。痛くなってしまった時ってまず直さないといけないじゃないですか、ってなった時はやっぱり休めた方がいいですか。休めた方がいいですね、幹部は。まあだから言ったら、まあ動かしたら痛かったんで休むしかなかったんですけど、手首って多分前腕とか肘周り指が多分めっちゃ固まってるっすね。ああ、もう痛く、はい、痛める前っていうのは、痛める前っていうのはその時はもう基本的には手首のストレッチをしっかりやろうみたいな、多分指の話の時に指のストレッチやったやったあれをやってもらった方がいいです。手のひらを顔の方向けてもらって、顔の方向ける、左右見比べます。見た時に中指と人差し指が、はい、小指の方にまず寄ってる、こっちに寄ってしまってる、投げてる方の手がね、とかあとは指のこの角度、ねじれっていうんですかね、こう外にねじれてたり内にねじれてたりっていうのが指が引っ張られてねじれてしまってる、でそこで固まってしまってるパターンっていうのが多いんで、まあ人でこうやって見てもらってもいいです、はい、こうやって見てもらってだから左右対称になってねじれてないから、そう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 っていうところですね。そうそうそう、人にこう手出してもらってこっちに引っ張ってみる、で外を内、はい、でねじってみる、でこれに左右差がある人、左はこれぐらい柔らかいのに、うん、反対はあすごい抵抗あるな、硬、はい、いなって感じるんですよ。まず両手を見てもらう、もうパッと見ていいです。で投げる方の手を手首
手首ら辺を持ってもらって、まずこっちの方向にこうやって動かしてみます。手の甲の方ねに動かす。で中指を動かす。この指とこの指で比べてもやっぱこっちの方が硬いでしょ。抵抗がある硬いな。それプラスこうひねる、こうやってひねる、こっちもこれもこっちの方が硬い。見るポイントとしてはこっちかこっちどっち硬いかなっていうのを見ます。左右で、これ左右さん見た方が分かりやすいです。反対の手もで、さらにこのねじりながらちょっと動かしてみるとか、反対もねじりながら動かしてみる。でこの辺だけが硬い子もいますし、この辺が硬い子とこの辺が硬い子とこの辺が硬い子だとちょっとアプローチの仕方が違うんで、この肘の近くになってくるとちょっと手首とか手のひらをかけて伸ばしながらこういう風にやらなくなるんです。でこれやられたら分かると思うんですけど、これねケアにもなるんですよ。自分でできる、ひねりながら指を回す、大きく回す、手首から回す、肘のとこまで来るような感じで回す。で反対向きにひねりながらこれで回す。こっちの方が多いですけどね、こっちの方が。これが柔らかくなってきたら OK です。目安としては大体30秒ぐらい。特に冬場の向きとか多くなると思うから、その間にちゃんと手のストレッチ入れるっていうことした方がいいですね。だからそ強く握るのも多分打った瞬間は絶対強く握るとか自然に、そこは絶対握っとかなあかんのは間違いないけど、それを出るまでにそこをマックスに持っていくためには多分人それぞれなんかあるんやろうなっていうのは、これだけ結果で出した人がおるから、グリップの握り方って結構まあいろんなタイプ、まあ、その時のフォームによって合う合わないが出てくるから、まあ、特に小中学生のうちはいろんな握り方さした方がいいんだ、うん、で、ティーとかするとか、意外にボールもあんもほんま握れてないこと多いけど、バットってもっと分からんようになる。バット握り方どうしてるのってあんま聞くことないから、だからしっかり小指で最初は握らしておった方がいい、うん、ここが力んでたら、力みすぎてたら振り出しにくいかもしれんから、さっき言った何て言うのかな、手首を返してしまうような、はい、っていうのはありえるかもしれない。これはちょっと引き続きやからそう、まあ、バッティングの握り方とか、まあ、手首のね、まあ、研修医から入ったんですけど、まあ、握り方大事っていうところは本当に大事だと思うので、しっかりやってほしいな、まあ、見直してほしいかなっていうところで、このチャンネルでは多くの野球選手のレベルアップにつながる動画を配信していきますので、チャンネル登録、いいねボタン、またね、来年度、体験会の募集も随時行っておりますので、概要欄より、気になる方はお申し込みください。浜田先生のところ、実際に来てみたいって方は下に概要欄にリンク貼っておきますので、直接ねお問い合わせください。今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。